ご協力お願いします。お気をつけて。兵士が戦っていますね。私たちも戦線に加わりましょう。ダイヤモンドダストでは仕方ないわね。パワフルスロー切り裂くのよ。しっかり働くのよ。モンジャって僕みたいに面白い顔してるわね。モモンジャは侮ってはいけませんよ。私も昔はよく蹴り飛ばされたものです。デュアルパスあたり一面魔物ですね。時はまず落ち着いて持ち物を確認するのかな。敵は待ってはくれんだろう。そんな暇があったら戦うぞ。任せて。爆弾岩が並んでいると全く生きた心地がしませんね。物騒な奴らを放ってはおけない。さっさと片付けちまうよ。ボイヤさん、ダイヤモンドダスト。ボイヤさん、ここが港ですか。例の魚が上がってませんかね。トルネコさん、今は魚どころじゃないわ。それに魚を売ってる人だっていないわよ。ああ、そうですよね。ダイヤモンドダスト。その癖で商売のことを考えてしまって。
戦いでもみんなの模範でありたいものね。先へ行っちゃったみたいだぞ。集中して匂いを嗅ぐからちょっと待っててくれ。ダイヤモンドダスト頼んだわね。仕方ないね。出たわね。ラボを集中してなさい。私が魔物の相手をしてあげるわ。聞いたのよ。聞こえなさい。出番ですかな。よっこらしょ。うやっ、こっちにしましょう。うやっ、見ましたよ。任せて、リーズブレンド。うやっ、じゃあでもね、仕方ないね。こえなさい。ルパナ出番ですかな。リーブ、うやっ、頼みましたよ。任せて、はっ。いい調子。ふんふん、あっちから匂いがする。行くぞみんな。それにしても男の子ってどうしてこう揃いも揃って冒険好きなのかしら。人様に迷惑ばっかりかけちゃってバカみたい。あれれ、マリベルだって親に内緒で勝手に大冒険してたぞ。昔の自分を見ているみたいで放っておけないのよ、マリベルは。そんなんじゃないわよ。勝手なこと言わないでちょうだい。ここにもいねえな。けどここで遊んでたのは間違いねえぞ。
物です。もしや男の子の匂いに引き寄せられているのでしょうか。じゃあ早く見つけなきゃ危ないじゃない。カモン急ぐのよ。ついてきちゃっただけなんだけど、まあそういうことにしとくか。またいないな。でも匂いはすごく強くなってるぞ。ダン、ウサダン、ダイヤモンドダスト、また魔物。仕方がない。あった。魔物の匂いと間違えてるんじゃないでしょうね。そんなことねえ。オイラの匂いは絶対に間違えねえぞ。みんな、ねえ、今度こそ本当でしょうね。もういい加減うんざりしてきたわ。なあ、そういえばマリベルとガボってどういう関係なんだ。そうね、一言で言うなら飼い主様と番犬ってとこかしら。おいら犬じゃねえぞ。誇り高き狼だ。ガボン、マリベルが飼い主ってところは否定しなくていいの。お、わお、絶対この辺りにいるはずだ。ほんと、この辺ね。でかしたわガボン。
はい。そうですな。何よ。